バンガバンドは、バングラデシ海軍のフリゲート。韓国のウルサン級フリゲートの派生型である。名称は、ムジブル・ラフマンの損傷に由来する。2007年7月から2009年に旧称に、福島では、ハーリド・ビン・ワリードと命名されていた。この名称は、アッラーの剣という異名で知られる聖党カリフ時代の武将であるハーリド・イブン・アル・ワリードに由来する。 バングラデシュ海軍は1990年代、中盤見より、排他的経済水域の警備のため、新しいフリーゲートの取得を希望しており、2回にわたって入札を行っていた。初回では、中国企業が最安値を提示したものの決定には至らず、1996年にかけて行われた2回目の入札で、大宇造船海洋車の案が採用されることとなった。 アジア通貨危機に伴って、大宇造船海用車の経営が悪化していたことから、実際に建造が可能かが問題視されたが、要因の訓練などについて、韓国海軍が全面的な支援を提供することで解決された。カは、1999年5月12日に寄港され、2000年8月29日に浸水し、2001年6月20日、バンガバンドゥとして収益した。 本館は大韓民国海軍が運用するウルサン級フリゲートをもとに大宇造船海用車が輸出用フリゲートとして開発した DW-2000H 型の設計を採用している。船体は排水量にして200トン大型化し、また船形も平らかん型から中央線路型に変更することで館内スペースの確保を図っている。船体及び 上部構造には傾斜が付けられて、ステルス性への配慮がなされている。機関については、原型艦が高速性を重視して、コドッグ方式を採用したのに対して、沿岸紹介任務を想定した同艦においては、燃費を重視して、コダット方式に変更された。原型艦は、韓国沿岸において、北朝鮮の小型艦艇及び潜水艇と交戦する、 ことを想定し、艦の大きさに対して充実した、方向火力と、耐水上火力、相応の対戦火力を備える一方、防空力については、比較的貧弱なものであった。この傾向は本艦においても踏襲されており、沿岸商介というバングラデシュ海軍の要求によく合致したものであった。また、原型艦からの大きな変更点として、 関西機の運用に対応したことがある。搭載機としては、アグスタ A-109 が予定されていると言われていたが、中国より、Z、Z-9C 紹介ヘリコプターを導入した、ともされている。2001年10月1日の総選挙において、当時の政権党であったアワミ連盟が、バングラデシュ民族主義党に敗北して、政権交代するとともに、 同館の調達についても多くの疑惑が浮上することとなった。最大の疑問点とされたのは入札において第4位であった大宇蔵船海用者が契約を獲得した経緯であった。また、ソナーカバーの発損など38箇所にも及ぶ初期不良が発生したこともあって同館の調達をめぐる疑惑はバングラデシュ世界全体を巻き込む疑獄に発展。 シェフ橋フ・ハシナ前首相と海軍参謀長が起訴されるに至った。これらの騒動を背景として、同館は収益からわずか8ヶ月後の2002年2月13日に予備役編入された。しかし、予備役期間においても、同館にはほぼ定員に達する要因が配置され、装備、弾薬も充足状態であり、ほとんど収益しているも、同然の状況であった。 2006年には中国製の股間防空ミサイルである FM-90M を追加装備する改修が行われ股間防空力は大幅に増強された。翌2007年7月13日、同艦はハーリドビンワリードとして最終駅した。この間の経緯については不明瞭な部分も多い。BNS バンガバンドフフリゲート globalsecurity.org2015 年10月14日閲覧バングラデッシュミリタリープロキュアメントオンターゲット UPI 通信2015年10月14日閲覧ありがとうございます